ははははいいどううも皆さん、えー、こんんんここにちはおはようございますすんばんは、えー、レクセン人講師の宮です本日はですね、2024年向けのトータルサポートコースですね、これ、中上級向けのですね、あの、期間講座、1年目の期間講座は入門講座ね、ですが、あ中上級、まあ、すでにもうある程度ね、基礎をやって1年間と2年間。 それでちょっと残念なことに受、まあ、からなかった人っね本当は一発で受かりたったんだけど、えーまあ、2回目に向けてとかね3回目に向けてそういう人向けのートータルサポートコースです、ねはい。そしてですね、あのー、このラインナップが2つありましてですねトータルサポートコースですからまずは担当に受かるための担当エフィシエント講座ああそれからもう1つはですね 論文シーケンス講座というこの2本立てです、えー、で、えー、まあ担当と論文両方を受けないといけない人もいれば担当は受かってるけど論文は受かってないというこのパターンが想定されますねはいでまずあの担当エフィシェントねまずあの意味なんですが効率的という意味が込められています、えー、今ではエミネントという名前の講座でしたけどももう やはりです、ね、私がこう思い入れがありまして効率的にやっていいきたいと、えーあのー、やはりねあ無駄なところは省いて、えー、必要なところだけをやって効率的に担当を、ねあのー、こなしていきたいというそういう思いを込めてます。シーケンス講座というのはですね「えー、つ,づつながる」とかそういう意味がありますけどね「論文から口実につなげていきたい」という,う名前。 そういう,う意味合いが込められた名前なんですよね。はいじゃあまずですねこの1行目というかこのね青いところの1行目ですがあ学習経験を意識した重点講義になってますだからですね全くその、えー、例えば発明とは何ですかみたいなねそういうところはねあのー、入門講座に任せますから、えー、それでねこのこれの説明しますわこの絵の、うん、でこれはですね結局 あの基,礎基礎だけが身についてる人もいればねなんか時々いるんだけどなんかその入門講座をやらずにまあ我流でやったりですねあの逆に中小級からこう始めたりする人はこう頭でっかちなその知識になったりしてるんですよ。ね、ででコボコってことですよ。でバランスが悪いっていうかねでそのデコボコをですねこの、えー、合わせてですねほら見てください一番右ねこういうふうにですね あの油断も隙もない、まあ、あ,れあれですよ歯医者さんでねあの虫歯 <laughs> 歯医者さんの虫歯治療みたいなもんでねそのあの完全にですね一番右が治療が終わってですね見事な歯になってると、ね、そういうふうに持っていきたいわけですよ、ね、はいじゃあそんな感じですで今度はですねその口実そのつながりを意識したですねそのシーケンスまあこれは論文の方の 講座の名前なんですすけどね、えー、ここにも書いてます講述試験とのつながりを意識しながらですねそれからあの、えー、三部構成ね三部構成というのはこのほら一行問題対策皆さんね一行問題対策逃げた苦手な人多いんですよあの暗記しないといかんからねそれからね、えー、事例問題対策も全然ね性質が違いますよね一行問題はちょっと暗記しないと厳しいところがあります。 で事例問題はですね暗記はいらないんだけどその問題が効いてる大把握ね、まあ、例えて言うとね例えば取りうる措置を述べようみたいな問題が出た時と取るべき措置を述べようっていう聞かれた時でねあの上げるる項目違ってくるんですよ、うん、その辺がね分かってない人が多いねそれをこう、えー、完璧にですねこういう時はこう答えるぞっていういろんなパターンがありますから事例問題のいろは。 これをね伝授していきたいと思っております。そしてですね。この答案構成編。これはね、あのちょっとね。通信の人も通学の人も通信になるんだけども。も、えーえー、実際の本試験が特実衣装ですね。実際の本試験、特実にも衣装1問商標1問これを意識しましてですね、えー、特実にも衣装商標で1セットと考えてください。これを6回繰り返しますね。 だから実際の本試験と同じように特実遺書、特実遺書、特実遺書みたいな感じで6回繰り返すと、で、ですでその中にはあここでほら鍛えた1行問題とかね事例問題を織り交ぜたさまざまなタイプの問題を用意しますからここでこう、答案構成、大把握力を鍛えていきましょうという。 そういういことなんです一行問題最初にあるねこれね口述にも役に立つからねほらここにあるようにそうで時期的にもねあの8月9月にやりますからこれもしね落ちて落ちてしもうたらね右に進めばいいわけですよで受かっとったらね上に行けゃいいんですよ、ねえー、だからね非常にこう考えたカリキュラムになってるんですよ受かってもよし落ちてもよしね <laughs> 落ちてもよしって変だけどね受かってほしいんですけどねみんなねまあそういうわけにもいかんから。 はい、まあそういうところですわねはいじゃあ,あのだいたい分かったシーケンス講座ってそんな感じです、はい、さあそ,それではですねあのそうですねここへんのお豊富なあ知識のね、えー、その豊富な回数がありますからねまあそれをこの,あの私がよしと考えたあ回数でやってますからあの過不足なくう知識 えー、大迫力、身につくと思います。それでは次にですね、えー、カリキュラムについて、えー、ご説明申し上げます。はい、でこの担当論文トータルサポートコースですね、これはあのこの青いところがですね、担当のカリキュラム、大、え、体、ー、ね、7月からこ、これね、7月って書いてるんですけど、7月から始まって、あの1月中旬ぐらいまでね、続くんですよ。 でその後はね、あのー、皆さんが自主的にこの「答壇」ですねあ模擬試験の一歩手前の「答壇」で「公、え、開、ー、しょうこういう感じでつながってまいります、ね。まずはここで私の講義しっかり聞いてくださいねはい「担当エフィシェントは」はとにかくポイント1としてはですねここに「ポイント1」って書いてるんですが知識の凹凸を見る、ね、濃淡をつけた講義内容ねつまり重要なところは厚くいくし えー、あんまり重要じゃねえところはあ薄くいくしということでねとにかくねエフィシェントを私意識してますから、ね、効率さを忘れないで講義を展開してまいりますで、えー、次ポイント2ですがね飽きさせないインパクトのある講義を展開しますね、えーまあ、重要なところは「ここは重要だ!」と言ってねあのちょっと声が大きくなりますから「えー、ここは寝るなよ!」とか言いますからね ええ、でここはあんまり重要じゃないからまあ寝てもいいよとは言いませんけどね、ええ、寝てもいいよなんて言わないよど,どの先生もねのはねそんなとははいで次ポイント3ですけどあこれねあのあれこれ重要なんですよ復習用とか自学自習用教,教材としてね一問一答集となるんですよでこれもねもう相当問題すごい多いですよトータルで3500問ぐらいあの用意してると思いますけどね えー、とにかく、ね、担当の、えー、問題を、ね、あの豊富に用意します、えー。で、使いやすいです、あのもうね、各ページ、5、えー、問、5問という感じでね、5問問題、解説5問、あとで見ていきます、これはね、今、あのカリキュラムの説明なんでね、また後で詳しく教材は説明します。はい、で、えー、1月がねあの、1月の中旬ぐらいからね、あの今度はこの担当実践討練、全部で8回です。ね えー、これはあのここでインプットであの身につけた知識をね吐き出してアウトプット力をつける最後に2回、えー、公開模試公開模試と通れの違いはね通れはねもうあれ科目別に毎回毎回特実だけ60問とかね衣装だけ60問そんな感じで進んでいくんですよ公開模試はねもう実際の本試験同様ですよ えー、特日20問以上10問商標10問,10問条約10問貯蓄5問5問で合わせて10問トータル60問ねこれを2回ありますはいそんな感じですわ担当はねで今度はあ論文のシーケンス講座これはねまああのー、担,当担当がほらスタートが早いんだけど論文はねえっ、ー、と8月のちょっと手前ぐらいから始まりますね 論文シーケンス講座32回ですね、まあ、担当は36回ですけど論文は32回になってますよ。ね、それで口述まで見据えた3ステップになっててまず一行問題対策が1回まあ特実遺書全部やりますあの条約編っていうのも入ってますよ。ね、条約的な問題も出ますから、ね、で事例問題対策がね15回入ってますね。 えただあの、さっきも言ったように、ねあのー、論文試験に受かった人は、ねあのー、もう受けなくていいです、えそのような合格者返金とか、ねあのー、ありますから、ご心配なくね、はい、そして、えー、答案構成編というのが、ね、あ6回ございましてさっきも言ったように特次追唱を6回繰り返すそういう講座になってますね、解説講義はちゃんと3時間あついてますんでその3時間の解説講義の前に皆さんが要習するという感じです。 ええまあ、予習しないでいきなり聞いてもいいけどねいきなり聞いて後からあの皆さんが今度は独自に考えるというスタンスを取っても構いませんよ。はい、でえっ、ー、とあ下の方にね集中登連というのがありますけどこれはね時期的に言うとそうですね 10, 10月ぐらいからスタートしますかねあのこれはねあの私の解説講義はないんですよ。たただ単ににに皆さんが、ねそのえー、アウトトプットの力をつけるためにレベル的には あ中級レベル、初級でもなく、上級でもなく、中級レベルの、そういう問題をね、用意してます。全8回です。私の解説講義はこれはついてません。の他の先生もそうですけど、これはもう本当に当練だけです。受けるだけっていうか、改訂出して、採点はしてもらいますよ、ちゃんとね。はい、論文実践当練。これは、年明け1月からもういきなり始まるんですよ。これはね ああのあれですちゃんとね、えー、毎回毎回当連と、えー、私の解説はついてます通学の人は通学で受けれます通信の人は通信で聞いてください、えー、どっちにも対応します通学でもやるし通信でもやりますねっ通は特日は2時間です衣装消費は90分解説講義も60分ついてますからご安心くださいねはいよしで、えー、全部で12回やからね回数はね全部で12回です はい、要するに、特日いい章で3、ね、3回でしょ、3回を4回繰り返す、3×4 で12回ということですはい。そういうスケジューリングになっておりますね。はい、で、まあ、パンフレットを見るとね、ここにあの具体的なあ,のあれが書いてますから、何曜日の何時からってね、まああの、ちょっとだけ見るとね、大体日曜日です、通学の人、7月16日からね、あのスタートするんですよ。ね えーとこれはね特実からスタートすするんです、ね、ただね、皆さんね、これはあの私のちょっと工夫なんですけど、皆さんね、条約が大体担当で苦手なんですよ、条約ね、もう普遍的に条約が苦手なんです、で私も考えたんですよ、どうやったら条約を、ね、払拭できるかと、でちょっと、ね、思いついたのが、いつもね、どの講座もそうなんだけど、特実からスタートすするんですねで現にあの、特実からスタートする点に変わりはないんですけど、 はい。この黄色を見てください。これね、あの、黄色いところね。これ見るとわかるんだけど、担当だけの人ね、あの、担当、論文だけの人はこれ受ける必要ない。担当と論文両方受ける人は担当のそのエフィシェント講座で、36回の中で、あの、条約7回をね、先行配信します。5月25日からもう、担当試験が終わった、あの、4日後ぐらいからね。はい。えっ、ー、とね、で、苦手科目になりがちなあ条約をね、 もううう最初のうちに聞いてしまおうと、ね、そうすると、ねあのー、逆にね条約で、あのー、身につけた知識って実は、えー、上4にも生かされるんですよ、えー、なぜかというと例えばねあの新規制創出の例外ってあるじゃないあれってもともとパリ条約11条から来てるんですよねでパリ条約11の,あの仮、えー、保護っていうね博覧会出品の仮保護あれをまずあのほら学びますから 新総例とかの商標法9条の願時の特例でよく考えたらパリ・ジャク11条でやってたなと思い出せる逆に条約を先にやることが条約苦手意識払拭,拭の鍵を握るんじゃないかとちょっと工夫しております、ね、えもう私もねあの現時点で収録すでに完了してますからねあの5月25日から先行配信これ,これはね通学の人も通信の人もあの通信ということで、えー、ご理解いただければと思いますね。 はい、以上です。